突破するぞ。やっと次合流連合だ。殴らせる合流連合だ。あと少しよ。この調子でしよう。バッテンでやったな。ああ、いい動きだ。何かに使えそうだな。この匂いは牧場の奴らが育ったな。一休みしないか。突破するぞ。フリーズランサー逃がさない。うちには地べたがお似合いよ。いって砕けろ。やりすぎた。これくらいがちょうどいい。こうも飛び回られてるな。分かってる。なんとか乗り切りそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。こうは成長に。アイストルネード。今日も俺の拳は絶好調。そろそろ牧場の動物たちが育ったかな。ここは抜かせ。どこだ。とりあえずは任せ。風切り風の神秘。今だよ。いつ砕けろ。やりすぎた。これくらいがちょうどいい。合流連合さん。相変わらずの手際ね。そうか、変わってないのか。みんなまだいけそうか。ああ問題ないぞ。しないわよ。火の黒くですよ。あがくがいい。状況が逆転したら敵はまず押し切るわよ。ああもう一度踏ん張りだ。身は守り使いかと思って脅威を排除して守っている。攻撃の最大の防御か。今日も俺の拳は絶好じゃ。ん、兵糧の蓄えが不安だな。おう、あそこ釣れそうだね。うん、補充しておこう。素直に言えばいいのに。まだやらねえの？退屈してきた。釣りに焦りは禁物だぞ。
これくらいなら楽勝だな。やっぱり手際がいいな。よし。まあこんなものか。やった、釣れたね。まあこんなものか。やっぱり手際がいいな。全力で行くぞ。これで終わりだ。よし、いい感じだ。さっさと片付けましょう。そういう変化だ。逃がさない。次見せつくあれ。ユーハリブ、この弾丸でナイトカス。水の精霊を開けろ。空人剣空を飛ぶやつ。体なら落とせる。そういう変化だ。分かった。そういう変化だ。来ないのか。本気を出すまでもなかったな。これからも守ってやる。余裕の勝利だね。今のは高ぶったな。
邪魔よ。水の精霊交流連合だ。灼熱のバーンストライクだ。こっちの番だ。炎よ、相変わらずの手入れ。そうか、変わってないのか。ま、前から良かったってことに。交流連合だ。見えた。精霊力全開。いっけー。うまくいったわね。私たちなら負けないよ。できるものね。こいつはティオハリム様か。やはりお前だったか、ケルザレク。知っていたのか。例の手紙の筆跡に見覚えがあってね。わざわざこんな場所まで私をあざけりに来たので、それともやはり処刑する気になったと。だとしたら何とする。あなたにそんな資格はない。スルドの責務を放棄し、アマツサイ、イシツキどもとの慣れ合いを選んだあなたには、なぜだ、なぜそれだけの力がありながらあなたはスルドブリガに背を向けたのだ。まだそんなこと。一度は逃げた。だが今は選んだ。スルドブリガは私の道ではなかった。お前を巻き込むことになったのは申し訳なく思う。だが後悔はしていない。聞け、ケルザレク。人は変わることができる。種族によらず、その性根は変えることができる。有能なお前のことだ。その気になれば大いに人々の助けになれる。いや、ダメだ。私にはできない。死が私を追いかけてくる。どこまでも。何？あれはアウメダラの。あいつまで生きてたのかよ。死だ。
厄介なものはないという。もう飼い主もいねえしな。野放しするわけにはいかない。交流連合だ。弱点を狙いましょう。バーバラにしてやる。ここまでだ。お風が外さないわ。やったよ。今が攻め時ね。交流連合だ。炎よ、守るわけじゃないぞ。交流連合だ。そのまま押せ。この炎で買い物こさ。倒れろ。よし、今のうちに仕留める。交流連合弾絡め取る。めっちゃ全空弾やめろ。すごい、一歩もしてよ。まとめて片付け。はっ、成功。拡散兵器、せっかく最高兵器。天理にあだ名が強調に交流連合弾。全然ダメだ。仲間を奪ったな。マグナリー、この中の炎が交流連合だ。交流連合だ。こっちはまだ炎症が攻めるブロック。爽快を当てるわ。サビクルー、今天の盾。逃げるぞ。天地に立ち込むわ。こっちはまた食らえ。緑の盾だ。悟空ゲット。俺に任せてくれ。こっちはまた食らえ。はぁ、燃えろ。邪魔しい連撃だな。助けて、助かったよ。天よ、これからも宇宙の術よ。ファーストエイド。ドクラッシュ、交流連合だ。クラッシュ、交流連合だ。ドクラッシュ、やらせないよ。崩れた。ここで決めてやる。やれるぞ。宇宙の術よ。ファーストエイド。もう一つ、次の宇宙連合だ。壊れたな。ファーストライク。切り開く。炎症かい。燃えろ。交流連合弾バラバラにしてやる。傷を治すわ。任せたまえ。行きたい。ファーストエイド。今だ。めっちゃ強風だ。氷のように任せてくれ。交流連合だ。交流連合だ。交流連合だ。そのまま行け。バーンストライク。やるけ。交流連合だ。当たりやつを任せる。やめろけ。全残滅大事。バラバラにしてやる。任せたまえ。こういうレンガさん、超だ、超だ、変更だ。今の必要に込む正常な超絶超人、俺に任せてくれ。治癒の術よ。ありがとう、治癒。もう無理はできない。ああ、気をつける。あがくがいい。攻撃に出る。たたきつけろ。交流連合だ。貫け月戦法。次、当たれ。よし、交流連合だ。今
行くたまに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 行くつむずかすものに騒ぐ俺の真骨だ。守るだけじゃないぞ。大地が薄いくん見せるならでも僕ら撃ち取る天使を差し込むのは乱れる一作の僕らやっと貴重な僕ら撃ち合い交流連合団開けるやっと交流連合団に任せてくれ。ライチこらはい我々と共に来るか。どこか適当な場所まで乗せてやってもいい。どこへ？どこへ行けばあれから逃れられる？何を言ってるんだ。さっきの化け物ならもう。違う。死は滅びたりしない。死は至る所にある。今も私の周りにいて私を責める。銀色の死が数知れない顔と声が絶え間なく私を呪う。私に付きまとうな。放っておいてくれ。一人にしてくれ。どうしちまったんだあいつ。どうやら我々は思い違いをしていたらしい。銀色の死と言ってたわね。ひょっとしてウィスキントで彼が虚水に変えた人たちのこと。あの男はアウメドラにそそのかされてそれをやった。おそらく心の奥底には罪の意識があったに違いない。
それでもアウメドラがいた時は彼女のせいにできた。だがアウメドラ亡き後、この孤島で彼は己の所業に一人で向き合わなくてはならなくなった。でも彼の心はそれに耐えられるほど強くはなかった。その結果があれか。自業自得って気もするけどな。アウメドラの怪物は関係なかったんだね。あの男もレナ人でありながらダナ人への非道を悔いていたってことか。悲しいな。でもあいつあのまま放っておいていいの？彼はもう自分自身で罰を与えたようだ。多分私たちができる以上の罰を。ティオハリム、君たちと出会っていなかったら、いやその後こうして旅を共にしていなかったら、あるいはあれは私の姿だったかもしれない。それでも私たちは現に共にいます。偶然からではなく、あなた自身が選んだ結果として。そうか、そうだったな。フルルン、フルルに反応あり。うん、精度が上がった。うん、お宝、なんと甘美な響きか。そうですか。島だね。相変わらずズーグルはいるけどな。桟橋があったということは昔は人が訪れていたんだ。レナはスルドブリガにかかりきりだった。ダナはそのために働かされていた。300年の間のんびり海を眺める奴はいなかったか。いつか戦いが終わったらみんなでまた来よう。何か変なこと言ったかな。あなたにしては悪くないと思っただけよ。シオン、少しいいか。朝食は期待してるわよ。おはよう。行きましょうか。
まるでダナ中のフクロウが集まったみたいね。実際そうなのかもしれないな。なかなか壮観な眺めじゃないか。ああ、王様も女王様も満足そうだ。彼女は一人になると悪いことしか考えない。仲間がたくさんいれば元気になると思ってこの場所を作ったのだ。ネクラで悪かったわね。いや、フクロウが言ってるんだ。何にせよフルルは一人ぼっちじゃなかったってことだな。そうだね、フルル。ハロー、フルルはここに残りなよ。フルルル、一緒に旅を続けていたらきっと危険なことがたくさんある。でもここなら仲間がいっぱいいるし安全だよ。フルル、それに仲間といたら教わることもきっとたくさんあるよ。私がアルフェンたちと出会っていろんなことを知ったみたいに。初めて会った頃はよちよち歩くしかなかったのに、いつの間にかしっかり飛べるようになったよね。もうフルルは一人でどこにでも行ける。だから仲間のところに行きなよ。いいのか？あ、なあ、俺そんなつもりで言ったんじゃ。いいの、決めてたんだ。私たちお互い一人ぼっちだったから。でも同じ仲間がいるならそっちの方がいいって。元気でね、フルル。フルル、フルル、フルル、ダメだってば。フルルの仲間はあっち。フルフルルルフルル、なんで分かってくれないの？別に仲間を捨てるとかそういうんじゃないんじゃないかな。え？フルルには自分の翼がある。つまり行きたければどこにだって行けるってことだ。いつでもここに戻ろうと思えば戻れる。でも今はリンウェルと一緒に行きたい。確かに同族はここにいると分かっているが、リンウェルがこの先どこにいるかは分からないしな。でも、だけど、あ、あらら。リンウェルは自分といるのが嫌なのかって言ってるみたいだぜ。嫌なわけない、嫌なわけないじゃない。フルルは私のたった一人の家族なんだから。ならそれでいいだろ。フルルに帰る場所ができたくらいじゃあなたたちの絆は変わらないってことよ。それでいいの、フルル。フル、俺たちの仲間をよろしく。旅の無事を祈っているわ。それはもういいって。おお。Oh!
女王様も喧嘩はほどほどにね。言われてるぜ。ああ、まあ、気をつけるわ。フクロウだろ。行こう、フルル。フルルー。フルッ。さあ、目的地に着いたわよ。ここが光が落ちたって場所か。なんだこの塔、ダナの遺跡なのか。どうだろう。でも精霊力が強くなってきてるから光は間違いなくここにいるよ。エネギスからの刺客だかなんだか知らないけど、私の術で吹っ飛ばしてやるんだから。こう飛ばれるとやりたくて仕方ねえ。
しよう。頼めるか。準備完了。合流連合だ。みんなこらった。任せたまえ。水の力で天使に差し込む。乱れなくて爆弾いかずち。凍てつく嵐。やっと合流連合だ。アイスパルネーダ。三日月よ止める。降り注げ。決めて。これで終わりだ。その調子で続けて。ああ、決めてやる。私も援護するわ。今だよ。そう、にしてもでけえ塔だよな。今のうちにちゃんと食っとけよ。うん、まあ何かあっても俺が何とかすっくら。そうだね。ロウ、相手になってくれるか。いつか武者修行の旅ってやつに出ようぜ。よし、疲れは取れたぜ。
罰するぞ。やっと打ち込む。任せたまえ。緑の刹那、こういう連続火炎光線だ。この手の前に動きを許してやろう。全数が落ちて今だよ。でこれで終わりだ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。階段か。どっちに行けばいいんだ。上だよ。下にも気配はあるけど、そこまで大きくはないかな。上だな。よし。すごいな。振るったのはあなたよ。
たすら階段が続くだけで何もねえな。なんでこんなものが立ってんだ。うん、暮らすためには見えないね。だよな。これを建てたやつはよっぽど変わり者だったんだろうな。私たちでも感じ取れるほど濃いわね。みんな覚悟を決めて。とっくにできてる。何が来ても驚きゃしねえ。空を見て。なんだありゃ。相手にするというのか。悩むのは後だ。今は目の前の敵を片付けるぞ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった。合流連歌だ。はずかないわ。どこだ。マグナレイ合流連歌だ。やれるわ。相手には困らないが。さすがにあれは防げないぞ。みんな避けて。治癒の術よ。おいおい、やべえぞ。落ち着けろ。おお、落ち着いてるって。硬いやつは任せろって。新手か。相手になろう。空のやつにも気をつけろ。はい、私の手が必要かって。手が痛んでる。交流連歌だ。治癒の術よ。外さないわ。コメ止める。終わりだ。交流連歌だ。バンバラにしてやる。決めてノー。灼熱のバーンストライク。こっちの番だ。開けろ。変化を受け貫け。交流連歌だ。敵に落ちて。そこだ。交流連歌だ。マグナレイ。炎上が真の仲間とは他人に戻る。攻めていくよ。やっと当たり。交流連歌だ。無敵せっかく冒険に。交流連歌だ。長くがいいか。私の精霊アングス。トラゴラケ準備完了。仕留めるぞ。ノー終了。ライバル治癒の術よ。封刃剣かけろ。ファーストエイド無効になったか。変装剣いや高中の流れを俺の真骨頂。攻撃を引き受けるぞ。戻っていくよ。これで終わりだ。その調子で続けて。ああ決めてやる。私も援護するわ。当たれ。決めて。決めて。次を張る。決めたまえ。少々手こずりそうだ。任せて。攻撃で囚人
動きを封じてやろう。任せたまえ。やれるぜ。交流片付けろ。交流レンガさん、バラバラにしてやる。崩れた。ここで決めてやる。交流レンガさん、終わりだ。妨害を頼む。あがくがいい。交流レンガさん、終わりだ。やめろ。
出ない。私がやるわ、アルフェ。分かった、任せたぞ。強っ、落とそうよアルフェ。イチかバチか。あれが弱点か。
を片付けるか。くらえ、浮かべ、交流連合さん。くらえ、交流連合さん。いじった、こっちの番だ。はい、風神拳かけろ。風神拳変色。やったな。うん、精霊力も散っていってる。もう問題ないよ。肝が冷えたぜ。光のことも解決したし、バイフォンに伝えてやるか。うん。本当に大丈夫か？大丈夫、ただ思い出しただけ。自分がどれだけ異質な存在かってこと。私はダナにもレナにもなれない化け物。そうにしか見えないもんね。そりゃ魔法を使えるのはちょっと変わってるかもだけどさ、そんなこと言ったら誰だって。俺は顔も記憶も痛みもなかった。名前に至っちゃ鉄仮面だ。おまけに大昔の生まれと来てる。俺の方がよほど化け物じみてるだろ。私も茨があるし、ティオハリムはスルドの地位を捨てた異質なレナよ。キサラは大真面目にダナとレナが一緒に暮らすことを考えてるし。俺なんて敵の下っ端やってたんだぜ。みんな、あれだ、そう、俺足が蒸れてすぐ臭くなるんだ。それは言わなくていいんじゃないか。あら、でもアルフェン、あなたも夜歯ぎしりがひどい時があるわよ。余計なお世話。本当か、そんなこと言ったらシオンだって。私が何？おいおい、なんで暴露合戦になっちまってんだ。ローが変なこと言うからだろ。ありがとう、みんな心遣い嬉しいよ。でもうちにこもってちゃダメなんだってそう思うの。だから大丈夫。彼女にとって魔法使いであることは負い目であり続けるのか。ダナじゃリンウェル以外にはいないだろうからな。隠しておく方が楽ではあるんだろうけど、それじゃあいつが救われねえもんな。なあ、くさびから現れた奴らって全部倒したってことでいいんだよな。うん、全部で4つだからそうだと思うよ。どれも手強い相手だったけど、俺たちの敵じゃなかったな。本当は少し怖かったんじゃないのか？ちょびっとな。でも倒したんだ、間違いなく俺たちの力で。まあ、だよな。本当に他にもういないといいのだが。それぞれ属性の違う一体限りの特別性みたいだったし、そういくつもいるとは思えないわ。そうよね。なんで今ティオハリムに確認したんだ？あ、いえ、なんとなく横取りしてしまったような気がして。よくわかっているな、シオン。
こたびも刺激的な旅であった。くそ。うん。待ちたまえ。な。ほう。え？うん。なんかすっきりした顔してんな。うん、この先違う生き方ができる気がするんだ。ああそりゃよかった。でもなんでまだ。もうローンも早くテュオハリムみたいになってよね。ええ、風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。